雄也29歳、牧平25歳、ともに広島出身です。中村さん、クラッシュアンダー67キログラム級王座決定戦です。牧平が最初にリードジャブを教わったのが雄也だそうですね。そうですね、格闘技始める前からその家が近所で、で、まあ、その雄也選手のこう活躍を見て、自分も格闘技を始めようと思って、それでまあ上京してきて、で、まあ、その雄也選手と戦いたいから、まあ別の雄也選手とは違うジムに入って、はい、でこうプロとしてのキャリアがスタートして、まあ、こういう場で実現したっていうのは、まあ本当に牧平選手にとっては、まあ、人生の大勝負というか大一番が実現したんだなと思いますし、逆に雄也選手の方はそういったもう特に思い入れみたいなのは試合には関係ないということをずっと言ってたところが印象的だったのと、はい、あともう一つはベルトが欲しい、チャンピオンになりたいっていうのをなんかこんだけこう人の前で、会見とかインタビューなどで言ったっていうのを今までちょっと見たことがなかったので、やっぱりそういった部分でも飯尾選手も、はい、今までとは違う思いでこのクラッシュのベルトのかかった試合に挑んでるんだなっていうのは感じますね。ベルトへのチャレンジは雄也もここまでクラッシュであったんですけれどもね、はい、まだこのリングでは無冠。対して牧平、雄也選手の存在は格闘技人生のそのものというふうにまで語りました。試合の序盤ですが、ともに小比類巻選手蹴りが鋭いように見えます。さらに雄也はパンチ。そうですね、牧平選手すごい調子いいですね。牧平、はい、はい、とにかくこの体格、長い手足がありますし、小比類巻選手も常々この牧平いいものを持っているというふうにおっしゃってましたよね。この序盤の戦略などは見えてきますか？そうですね、今やっぱり雄也選手は前に出てくるんで、はい、それをこう下がりながらもサイドに回りながらも蹴りを対応して動いている、ね、まあ、牧平選手、はい、上手ですよね。牧平が右左両方に動いて、この蹴りローキックから左、はい、雄也は笑顔を見せるようにして突進してきます。とにかく小比類巻選手シャープな攻撃がある牧平ですが、雄也の方はもうちょっとやそっとでは根を上げませんよね。いや、雄也選手本当にもうとにかく前に出てきて、もうスタミナが尋常じゃないんですよね。スタミナあるとやっぱりその弾力っていう、はい、延長に入ろうが何しようが、とにかく前に出てくる力、もう誰にも負けないでしょうね、力は、はい、それをここも、いやー、それでも足技は牧平、左右ローから左のフックは雄也です。中村さん、はい、もう序盤からこれ火の出るような攻防ですね。そうですね、やっぱり雄也選手はもう距離を潰して自分のパンチの距離に持ち込みたいんですけど、牧平選手もうまく回り込みながら前蹴り、ミドル、はい、まあ、もっと詰まったら膝とか、まあ、今日はジャブとかもパンチもまっすぐ出ているので、それでこうペース取らせないようにしている戦い方ですよね。ここも回りますね、はい、いい動きを見せる、はい、左ミドルの青いグローブ、牧平、左膝、雄也、はい、しかしこういう時に下がりません。右フック、左フック、右ストレート。昔その所属してた AJ ジュンってところで教えてもらってた中島トレーナーという方にまた教えてもらって、今のセコンドついてたんですけど、まあその辺もまたこう以前教わってもらってた先生に教わってるっていう部分で、またこう自分の伸びしろになってると思うんですよね、はい、そういった意味ではこう雄也戦に向けてこう万全の準備を本当整えてきたんじゃないかなと思いますね。もうこれが最大最高の舞台ですからね、牧平最初のビッグチャンスでもあります。いや、しかし雄也というファイターはそれに対して、中村さん、大きな大きな期待を背負いつつも、はい、そんな勝負いくつも見せてきましたね、はい、やっぱり経験値とか本当にこう苦しい中で競り勝つ強さとか、うん、それはやっぱり雄也選手も持ってますし、ね、うん、いろいろ状況も変わってきましたけれども、はい、飛び膝、牧平がそれを上回ろうと超えようという発言がありました、うん、いや、しかし雄也はもう以前までの自分を超えると言っても今の自分はまた違うんだと強くなっていると語りました。勝つという信念には自分の方が長けているという雄也、スウェーバックして蹴りをかわす、拳を見せる雄也、右のパンチから入ってきます。
間合い自体は小入巻選手どうですかこのラウンド。そうですね、まあ、ユーヤ選手が押してるというかその前に出る、はい、それに対して牧原選手は力頭使いながら攻撃をどうやっていくかということをやってますよね。どちらのペースというのはまだはっきりは分かりませんか。そうですね、ちゃんとユーヤ選手が攻撃しても返してますよね牧原選手が、はい、あ今の膝そしてパンチを見せて右ロもっとユーヤ選手のどんどんこう出る圧力というか手数に牧原選手が圧倒されるかなと思ったんですけど、そこまでそうなってないですよね。やっぱちゃんと攻撃も返すし、はい、攻めるときは攻めるし、うん、中村さん気持ちの面でも牧原飲まれているということはないようですね。だと思いますね。またさらに前回 の中澤選手だった試合からまた良くなってるなっていうのを感じますね、はい、あれもチャンピオンからダウンを奪っての勝利ですからね、はい、そうした試合で自信を深めてきたでしょう。前蹴りも数多い。小平巻選手、巻平がいろいろなところに打ち込んでいきますね。ユーヤは押してのパンチ。押し返します巻平。思い切っての右。さらに左。これはダウンではありません。ユーリマク選手今もうんうんとうなずいていらっしゃいました、うん、ユーヤ選手のパンチをしっかりとブロックしてますよね、はい、今ちょっと軽くなったんですけど、一つフックを当てましたが、ここまではそうですね、牧平がしっかりとユーヤの攻撃を見てその後リードジャンプも鋭い、うん、右そこから左ストレート、うん、さらに押す蹴って押すような動きもあります。牧平サイド、そして優也サイドには寺崎直樹選手がもう駆けつけていましたね。壮絶な勝利を見せた盟友がいます。両サイドそうです。さあ第3ラウンド、膝からリードジャブ、優也さんから教わったこのパンチという牧平の攻撃、そしてローへつなげる。優也も前に出る。もう優也これしかないんじゃというふうに前に出てきます。中村さん何を楽しみにされていますか。いやもうここまで本当にこう拮抗した展開がついてるんで、まあ、どっちかがこうぐらつく場面というかダウンだったり、そういうこう効いた攻撃っていうのを、まあ、お互いそう簡単には見せないと思うんですけど、はい、それを見たいですね。やはり小平巻選手、はい、キーポイントはそこでしょうね。しっかりと見せていかなければいけませんし、ダウンも取りたいところでしょうし、はい、こういうユーヤ選手って前にどんどん出てくるんで、こういう選手にどうすればいいかって言ったら、まっすぐの攻撃が一番有効なんですよね。まずこの出方を止めなきゃならないんで、はい、前蹴りなのか膝なのかワンツーをドスン強く打って止めるとか、まあ、こういう膝とかですよね、まあ、ただユーヤ選手はそんなのにひるまないでどんどん出てくるんで、なかなかやっぱりそこが難しい選手というか、はい、強い選手なんですね。波の突進ではないですね。もうこれもそうです。逃がさんという思い、執念、自分が絶対上と。右ストレートユーヤ、赤いグローブです。しかしローキック。いやそれでもこの蹴り、小入巻選手、牧平も必要なまでにその蹴り技繰り返してきますね、はい、これがあってさらに返しもあります、まあ、さらに奥足。ただユーヤ選手の距離にはなってきてるんじゃないですか、今までのラウンドよりも。牧原選手はもうあんまりミドルとか蹴れなくなってますよね、はい、前蹴りも、はい、そうですね、ここからユーヤ選手強いですよね、いつも本当に信じられないぐらいのスタミナですよ、ユーヤ選手は。精神的にもそうなんでしょうね、はいはい、ボディへのアッパー、ここはブレイクの声、時間が少なくなってきます。牧平にクリンチ口頭注意1、しかしパンチと膝交錯する、牧平鋭い蹴り、優也がそれをかわしてどんどん前に出てくる、食らっても食らってもそれでもパンチ、左フック、膝も食らってもー、いやー奈良と飛び膝、牧平よく押し返したな、その牧平選手もこの突進を牧平よく手数で返します。それでも優也
優也は中村さんもうほとんどパンチですね。そうですね、もうどんどん、うん、この近距離のパンチで効かせれるかどうか、右が顔面を捉える、さらに左、うん、飛び膝、そこにパンチを合わせる優也、試合終了。2人が俺だと拳を宙に突き上げました。勝敗は判定によって決まります。いやしかしジャッジが中村さんどこを取るかというのは、またこの試合も、はい、まあ、イーヤ選手前に出てマキラ選手が、まあ、距離取りながら攻撃を返して、イーヤ選手がもっとどんどん攻めてるって印象があれば、イーヤ選手ポイントがつく展開だと思うんですと、まあ、マキラ選手 の、 あの攻撃ロー、あ、膝前蹴りロー、そういった攻撃が当たってるっていう印象もすごく残ったので、ちょっとどう評価されるかですよね。一人目ドローです、譲らず。30対30ドローです。三者とも中村さん30対30でしたね。差はつかなかったですね。これにより延長戦です。まあもちろんイーヤ選手はもう延長戦もうここから強くなる選手なんで、これは本当にもう最後気持ちの勝負だと思いますね。ここが見たかったという、そんなエクストララウンドです。右の蹴りからだが、ダウンの成功、ダウンです。ユウヤ、中村さんちょっと交錯したように見えたんですけど、ユウヤ選手のハイキックはマキラ選手がスウェーでかわして、右のパンチですかね、パンチ当たって、まあ、尻もちついたと、まあレフリーの判断ではダウンってことですよね。ダウンです、はい、ユウヤダウンです。延長ラウンド開始直後、ああユウヤの動きどうだ、どういう影響を及ぼすのか、ダメージも含めですが、これ小入巻選手気持ちの面でも気になりますね。そうですね、ここ やってやろうっていう気持ちで来たと思うんですけど、はい、序盤のいきなりのダウン、まあ、精神的にちょっと、ガードはもうありません。ユウヤ立ちはだかって飛び膝にも引かないどころか、また前へ。そして中村さん、もうこれ拳を全部ぶつけてやると投げるようなパンチです。いやもう明らかに顔変わりましたね、こんな怖いマウンティーは見たことがないです、無表情、しかし鬼のようにも見えるユウヤ、攻撃を当てることしか、もう中村さん考えていないような、牧平の方の気持ちも気になります。いや牧平選手は逆にこういうのにあれですね、もう惑わされちゃダメですよね、はい、ここまでの展開よしということですからね、ダウンを奪った牧平、ユウヤが右のフック、ここで空手時代を思い出したかのように胴回し回転蹴り、さらにラッシュを見せるか、ユウヤ自らを鼓舞しているのかどうなのか、中村さんまた時間が少なくなってまいりました。タビーさん、マキヒダも出ますね、はい、小比類巻選手、ユウヤこれでいいんでしょうか。そうです、もう何でしょう、手数を出すというか魂を相手にぶつけてる感じですよね、それももうほとんど拳、そうですね、蹴りなどではありませんね。もう左のフック、右のフック、脇平は変わらず蹴り技、脇平はこれでいいですか。そうですね、まあ、全然動揺せずに、手数しっかり出せば、はい、自分の仕事をすればいいですよね。ユウヤは追ってくる、最後の最後、悔いのないように、ここでゴングが鳴らされています。ただいま延長ラウンド、ジャッジの集計の前に、この延長ラウンドの、ラウンド採点について、映像で、審議をいたします。ビデオ確認があるということですね。審判がニュートラルコーナー、向こう側のニュートラルコーナーに集まって、ビデオで確認してください。ただいま肉眼では非常に難しい判断でしたので、レフリーのダウンの
コールについて審議をいたしました。ビデオで確認した結果、青の牧平選手のパンチは当たっています。よってダウンとしてカウントします。ダウンとしてカウントされると、中村さん、正式裁定が下りましたね。そうですね、まあ、これは難しいところかもしれません。難しいところだとは思うんですけど、まあ、パンチ押してるとか、まあ、いろいろ解釈はできると思うんですけど、まあ、あの場のレフリーの判断はダウンだということで、まあ、ビデオの確認の結果でもそれは覆らなかったということですよね。さあ、判定が下されることとなりました。10対8、赤、失礼いたしました、青、牧平ダウンの分、牧平10対8、青、牧平2人目も同様、3人目も牧平を支持しています。アンダー67キログラム級新王者は牧平啓太です。ここにやってきました。大好きな先輩に勝利して3代目のクラッシュアンダー67キログラム級チャンピオンに輝いています。牧平啓太、中村さん、一つようやく大きな花を咲かせたということですね。そうですね、まあ、でも本当にクロスゲームだったことには変わりないですし、まあ、牧平選手がチャンピオンで、はい、僕は文句ないと思いますね。それでは見事クラッシュアンダー67キロ級チャンピオンに輝きました牧平啓太選手、一言お願いいたします。ハロートップチーム牧平啓太です。自分は格闘技を対戦した山本優也さんのおかげで広島から東京に出ました。ずっと目標でずっと格闘技やってた時からずっと伺いました。ずっと好きで好きで、今日やった時も本当に不安でしょうがなかったです。でも優也さんに勝ったっていうことは、今までの優也さんを背負ってこのチャンピオンベルトをこれからずっとチャンピオンとして生きていかんといけんと思いました。もっともっと強くなってチャンピオンのクラッシュの牧平啓太と生まれるように、もっともっと強くなってこれから一日一日大事にして生きていこうと思いました。自分は優也さんを追いかけたんですけど、今山内裕太郎さん、三崎和夫さん、ずっと目標にしている選手です。その2人に恥じんようにこれから生きてチャンピオンとして生活していきます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。